この中の操術師を倒せばいいのだな。ええ、いくら障壁を壊しても張り直されたら意味がありませんからね。彼らも砦を守るために必死なのだな。では私もその気持ちに応えよう。このままフラレックは聖帝はあ、狙い撃ち。これが耐えられますか。いや、そこ散りと貸しなさい。いや、そこ目障りに甘い。行くぞ赤猫。うるさいわね。分かってるわよ白犬、ね、じゃあ行くぞ。これが耐えられますか。楽しい。そこはっはっはっ、これで決め。このままフラルク悪いですね。やっはぁ、さあ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 、これでこのままフラルク。雑魚の相手する時間はないんだけど。同感だ。手早く片付けよう。えい、せそこ行くぞ。くらいなさ。せいてと、さあ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 、これでどうだ。終焉の時です。障壁は解除されたようですね。せいや、強引に壁を貫くなんて、ちょっと背徳的な行為だと思わないかしら。ああ、命を張って入り口を守ろうとした操術師たちには敵ながら頭の下がる思いだな。アウグストちゃん。いや、そうなるのがうすうす分かっていて、微妙な話題を振るあなたもあなただと思いますが。どうした、早く先に進むぞ。ええ、この先もどんな仕掛けがあるか分かりません。慎重に行きましょう。さあさあ、はっ、どうですか。どうやら正面からは進めないようですね。ならばここはこじ開けて。そんなの時間かかりすぎるでしょ。脇道があることくらい気づきなさいよ。まっすぐな性格なのはいいことですが、視野を広く持つのも大切ですよ。そあ、うん、楽しい。こっちこっち。くらいなさい。楽しい。お見事です。まったく。やっ、それにしても中にもうちゃうちゃいるわね。雑魚が士気も高く一筋縄ではいかなそうだ。ギラついた目でたくさんの男に見つめられたら、あたし、たぎっちゃうわ。ふむ、戦闘への息が盛んなのはいいことだな。少し見直したぞ、ラプラス。やっぱりあたしこの子超苦手なんですけど。そうですか。一周回って相性よく見えますが。あなたって人を見る目があるのかないのかよくわからないわ。それた、どうですか。せいった、はあ、こちらすわ。悪いですね。ああ、せもうなんだな。はっはっ、はあ、さあ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 、これでどうだ。消し止めなさい。ほら、はい、悪いですね。中庭の向こうに塔が見えますね。あそこにこの砦の将がいるのだな。
おそらくは。そうか。ではそいつの身柄さえ抑えれば、これ以上無駄な血が流れることはないな。そううまくいきますかね。大丈夫だ、私がそうしてみせるさ。ああ、こんな時でなければここにある本を読みふけりたいですね。お前は本当に本の虫だな。本は見識を深めてくれますから。私が先生と呼ばれていた頃の生徒にも読書好きな子がいたのですが、彼も目覚ましい成長ぶりでしたよ。なるほどな。終焉の時です。チリとかしなさい。手触りね。というかさっきの相性の話だけど、アウグストちゃんと白犬の方がよっぽど噛み合ってるんじゃないの？それはありえませんね。彼女とは昔から考え方があった試しがないですから。ですよね、アレクサンドラ。何の話だ。ほらね。ほら、はい。楽しい。くらいなさい。この鳥で多少は準備されているみたいだけど、急増感は拭えないわね。アレクサンドラちゃんの清掃みたい。一言余計だが、確かに粗末な部分が多いな。何やら回り道ばかりさせられている気もしますが、つい我々の速攻に対応しきれていない印象です。ああ、狙い撃ちなさい。楽しい。ついです。狙い撃ち。まあだからといってこの突貫が最善の策だったとも思えませんが。それはこれからの動き次第だろう。最善の結果にしてみせるさ。期待していますよ。任せておけ。つい。なんだかんだアウグストちゃんはあの子に甘いのよね。これが耐えられます。消し取りなさい。サイヤ甘い。あら、親玉登場ってなるかと思ったけど、右の像が動かされているな。その先へ行ってみるか。ほう。へえ。なんだ。いえ、参りましょう。妙ですね、この婉曲的なやり口。どうも作為めいている気がしてなりません。考えすぎだろ。そうよ、回りくどさを策にするなんて。いてもアウグストちゃんぐらいでしょ。私ならばですか。興味深いですね。おや、随分楽しそうな部屋ですね。
どういう趣味をしているんだ、まったく。そう、せい、チリと貸しなさい。おっしゃ、ダメだ、挽回する。狙い撃ちよ。ほら、アレクサンドラ。やられましたね。規模は小さいですが、障壁操術です。まあ操術師もいないようですし、そのうち解けますよ。そうか、言ってください、アレクサンドラ。もちろん術が解けるのを待ってくれても構わないですが、その場合私はもうじき追いついてくるであろう本体と合流して、敵残存兵の徹底的な殲滅を開始しますよ。な、アウグスト、お前は。私は常に自身が最善と判断する行動を取るまでです。あなたはどうなんですか、アレクサンドラ。行くぞ、ラプラス。なんで私が白犬なんかと。頼む。分かったわよ。ラプラス、人としての正義と故国の安寧、果たして重いのはどちらだろうか。そんなの知るわけないでしょ。そうだな、進むしかないな。おい、やつらが来てしまったぞ。お前の策で足止めできるのではなかったのか。そのはずだったのですが、困りましたね。どうしましょうか、マクシムさん。僕に聞かれてもだな。お前たちがこの砦の将か。え、いや、将というか先んじて逃げ出した将の代わりを務めてるというか。そうです、臨時なんですよね。ふむ、事情は知らないが、すでにこの砦は我々帝国軍が制圧した。これ以上無駄な殺生をする気はない。命が惜しくばおとなしく引け。そうしたいのは山々だが。おい、どうなんだ。そうですね、あと少し時間が欲しいですね。そう来るだろうと思ったよ。まったく、くそ、行くぞ。え、あらあら、やる気満々みたいね。無駄に張り切っちゃって可愛いわ。油断するな、彼らはおそらく。分かってるわよ、こう見えて連邦の精鋭、ブレイズってのでしょ。ああ、実力は本物だ。甘い。他の連邦兵とは一線を画している。お褒めいただきありがとうございます。この僕にかかれば老将ごとき敵ではないぞ。見え張っちゃって可愛いこと。ただ歯ごたえのある相手は嬉しいぞ。はい、仕留めます。これで老将の力侮るなよ。やった、悪いな。マクシムさん大丈夫ですか。誰に聞いているんだ、余裕に決まっているだろう。ああ、
さすがに鬱陶しいから、そろそろ全力で。ああ、老将の本気を見せてやろう。いや、これは少々まずいぞ。リュシアン、とリュシアン、さ、逃がさないわ。あ、セイク、はあ、さあ、なんだと。挽回する。楽しい。邪魔をするな。さあ、ダメだ。挽回する。これは逃がさない。そこに取ってる。ダメ、なんだと。ない。油断したな、このまま。蹴散らすわ。と、せら。なかなか手こずらせてくれたじゃない。たっぷり礼をしてやらないとな。甘い。はあ、たりゃー。確保してください。そこ。せら。そんな。邪魔よ。挽回する。仕留めます。そこ。蹴散らすわ。正義は貫く。うわ。やった。はあ、正気だ。そうみたい。さて、そろそろ大丈夫でしょう。負傷兵の撤退作業は完了したはずです。何？お前たちはその時間を稼ぐために。そうだ、早々に逃げ出した将に代わり、同胞たちの命を救って。そういうのは後にして、私たちも退散しませんと。そうだな。命拾いしたな、お前たち。は？じゃ、待ちなさい。ではお二方、これにて失礼いたします。逃げられたか。何だったのよ、あの二人。それにリュシアンとかいう子、どこかで。どうした？何でもないわよ。それにしても敵将は打ち漏らすわ、負傷兵の撤退は許すわ、散々な戦果だったわね。そうだな。なんでそこで笑顔なのよ、白犬。さあ、どうしてだろうな。何それ、ムカつく。ああ、もう限界。じゃあ私もそろそろ撤退するわね。渦を巻いた アウグスト、障壁は解除されたのだな。ええ、それより聞きましたよ。敵将や負傷兵の撤退を許したとか。ああ、すまないな。謝る必要はありません。すでに逃亡する敵兵への追撃指示は出してありますので。なぜそんなことを。おかしなことを聞きますね。敵軍を掃討することになぜもないでしょう。しかし、もう戦場の趨勢は消しているだろう。だからなんです。殺せるときに殺しておく方がいいに決まっているでしょう。まるでその理屈が論理的な正解かのように語るな。まるでその甘さが倫理的な正義のように叫ばないでください。やはりあなたとは根本の思想からして合いませんね。そうだな、出会った時からお前とは衝突ばかりだ。それでも互いに手を取り合うしかなかった。成り上がるために。ああ、だがアウグスト、私はあなたが真の意味で霊族していないのは理解しました。違う、そうじゃない。私はいいんですよ、それはそれとして、うまく運用するだけですから。アウグスト、お前どうしたんだ。考え方が合わないのは昔からだが、それでも以前のお前は。私の言葉が今のお前に届いていないのは重々承知だ。だがな、アウグスト、それでも私はお前をいつか
太陽の元に引きずり出してみせるよ。絶対に。次回「テイルズ・オブ・ルミナリア」エピソード「アレクサンドラ」「正義の免罪符」。青春と呼ぶにはいささか物騒な話になるな。